ケリズ・ケリズはアイスランド南部のグリムスネース地域にある火山湖である。アイスランドの非常に人気のある観光ルート、ゴールデンサークルに含まれている。アイスランド西部には広い火山地帯があり、アイスランド島がホットスポット上を通過することでこの地域に含まれる、レイキャネース半島やラウングヨークトル氷河が形成されたと考えられているが、ケリズもその一つである。 付近には他にも火山湖があるが、下リ図ではカルデラの形状が損なわれておらず、非常によく保存されている。下粒図及びその付近でカルデラを形成する火山岩は黒くはなく赤い。カルデラの深さは55メートル、長径短径は270メートル及び170メートルである。アイスランドでは特に有名な加口が3つあるが、下粒図は形成されてから約3000年で、 その周囲の地形と比べると半分ほどしかないためによく知られている。なお他の二つの加工は、聖ジセホラルとケルホトルである。多くの加工では地形が急勾配で、また植物があまり茂っていないが、ケルズでは一部緩やかな部分があり、苔が非常によく生えていて、容易に降りていくことができる。降水量がさほど多くないことなどから、 火山湖の水深は7から14メートルと浅い。しかし土壌から溶け出るミネラル分などによりこの水は不透明で鮮やかなアクアマリン色をしている。かつては、ケリズの形成は大規模は噴火によるものだと考えられていたが、これまでのグリムスネースにおける地質調査などではそういった爆発の痕跡は見つかっていない。現在、ケリズはマグマ溜まりが 爆発などによって空になり地下のマグマがなくなったところに山体が崩れ落ちてできた噴石球であろうと考えられている。また、ケリズの火山湖の水面は地下水面と同じであり、降雨によってできた火山湖ではないとも考えられている。ケレット・グリーンスンズ・アイスランドの旅行会社のケリズ、紹介ページ蹴りズに設置されている案内版、ありがとうございます。